九英。九英は、五三国時代の軍友の一人で、五高栗の建国者。姓は、金、総合は、全州。石岩であったことから、一目大王との別称もある。先制的な防政、もしくは豪族たちとの対立が、先鋭化し、九百十八年の、液政革命で自中であり有力な部下であった、王権に追放されることとなったため、死亡はない。 三国式によると、白木の第四十七代国王、剣安王あるいは四十八代系、文王の側室の子として生まれ、悲観は王に、赤ん坊は十昼日に生まれただけではなく、出生時の空がおぼろだったことや、生まれたばかりなのに歯が生えているところが不吉であるといい、王は九援を殺すように命令したという。しかし兵は、赤ん坊の九援を殺せず、 宮殿の元に投げ捨ててしまった。宮殿の下で、ウバが転落するキュウエ栄を助けたが、キュウエ栄は助けられた際に、ウバの指が目に刺さり、それが元で石眼になった。ウバはキュウエ栄と、都から遠くに逃亡し、貧窮の中で実の母として、キュウエ栄を育てたという。キュウエ栄が十歳になった頃、ウバは、周囲と悶弱を起こしてばかりいるキュウエ栄に、出生の秘密を告げた。ウバは、 あなたは王室の子として生まれて殺されるところだったのを気の毒に思った。それであなたを命を懸けて育てたのにあなたは毎日騒動を起こして私に心配ばかりがけている。それが悲しいのです。あなたの正体が知られると私たちは殺されるのですよと言った。救援は泣きながら私が悪い。もう二度と母上に心配をかけることはないだろうと言って家を出た。 現在、学会の一部には旧英を、賢野王の子とする意見が存在するが、賢野王には二人の女子しかいなかったため、生まれたばかりの王子を殺す理由はないと考えられている。賢野王に続いて王になった慶文王は、賢野王を飲む子として、王位を継承した。賢野王は即位の最慶文王とその父に助力を得たために、自分の娘と、 慶文王を結婚させ次の王位を継承させようとしたとされる。これを理由として、旧英を剣野僧の子と見る意見があるが断定はできない。どの王の子であれ、結果として王子でありながら王室から見捨てられ、民間で成長した旧英は、白木王室に反感を持つことにった。旧英は家を出てから酔った地寺、現在の関温度名古士軍にあったと推定されている、に入り、 僧侶になって、全州と称した。寺では、世俗のことは忘れ、仏道に専念するよう教えられたが、旧英は、自分が、白木の王族であることから、僧侶の生活に意義を見出せず、成長すると戒律にとらわれず物を応じしない人物となった。再会に行く途中で、カラスがくちばしに加えていたものを彼の鉢の鉢の中に、落とした。それを見ると、王と記された象下の札であった。 これが、旧英が一国の王となる野望を抱く契機となった。当時の白木は、中央政府の統制が失われ、近伝性が乱れたところに協作が続き、各地で豪族たちの反乱が起きるようになった。また有力豪族は、自らの勢力圏を事実上の独立国とし、国土を分割しつつあった。九十一年、旧英は、畜州、畜樹、 現在の安城市、四郡ンンに拠点を持った盗賊の先駆け卒、危険、基本の部下になったが、危険はブレであったので、元海、サルラと結託してその下を去り、八百九十二年には、北原の良吉、ヤンギルの部下になった。八百九十三年、良吉の部下を従えて、主戦、現在の霊戦、那ジョウ、ネソン、現在のネイエなどを攻略し、さらに、カンウォンド、 軽軌道、航海一帯を攻略して、多くの兵力を集めることに成功し、独自の勢力を形成し、半島中部地方で大きな勢力を形成した。翌年には、クラシュ現在の高領を占領した。ここで三千五百の兵を得て十四の部隊を作った。旧英は、自分自身に従う人々や兵士と苦楽を共にし、戦利品を分配するなど、 あらゆる場面で公平であったので、人望を得ることに成功した。彼は自らを世界が終わる日に、新しい世界へ導くという魅力であるとし、人々は救援が自分たちを救済してくれると信じ、独立勢力の指導者に押した。続いて、現在の寒温度、高海道、軽気道一帯を攻略して、鉄園、現在の鉄、原を拠点に独立国としての体制を整えていった。 895年、良吉は自分の娘を旧英に嫁がせている。旧英の急速な勢力の拡張に、公海道西部の豪族たちが次々と投降し、小学、現在の会場の豪族、王権が投降してくると、王権を鉄原軍大使に任命し、896年には王権に命じて、総令、臨行の日権を、897年には、 人物権を攻略させた。898年には国原、中州、清州、温陽など三十四州を陥落させ、半島中部を占拠する形成となった。北原の良吉は、勢力を拡大している旧英を倒そうとし、旧英に攻撃したが、旧英は予期していて、良吉の軍勢を散々に打ち破った。小学を拠点に勢力を拡大した九栄は、 901年には、自らを王を称し後、高栗を建国した。この後後来と、892年に、関山州を拠点に、朝鮮西南部を支配した、県県の後、くだら、との慶州付近を維持する白木とが定立する時代を、後三国時代と称する。旧英は904年には国号を、マシンと改め、年号を、竹安氏として、 東小学から鉄原に移した。生札二年、九百六年には後、九だら軍を、昭州の砂比ちんで迎え撃って、勝利を収め、生札六年、九百十年には王権に水軍を与えて、最南海上に派遣し、鎮東、札木恵比寿島を攻略、近城、那州を奪って、県県を牽制した。この頃、九の勢力は、南は、広州、東北は、 古式城、安辺、西北は、公海道、平安道まで及んだ。清札七年、911年には国号を、台風、年号を水徳万歳と改元し、自らを、弥勒菩薩と称し、長男を商工菩薩、次男を人工菩薩と呼ばせた。この頃には旧栄には、粗暴な振る舞いが多くなっており、高来氏の大祖、王権の功によると、 魅力関心法と称して、人々の本性を探り出すことに熱中し、三尺の鉄棒を熱して、拷問殺害を繰り返し、特に女性の不道徳を嫌って、多くの女性を処刑したとされる。旧英の応募をいさめた、皇王公も不倫を疑われて、陰部を熱した棒で貫かれ殺害され、さらに二人の息子も殺された。その他多くの進化を殺したために人心を失った。正年。 1918年、部下の占い里試験、新高試験、工事、配言形らが図って、王権を王に衰退した。王位から追われた救援は逃亡する途中、上をしのぐために、畑の作物を盗もうとして、村人に発見され、平行で殺害された。王校。お、死女。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。